オイル戦争2000。説明しよう。オイルセンサー2000とは、今までバイク屋の親父の長年の経験と勘によってオイル交換時期を判断していたものが、誰でも簡単にオイルの交換時期を知ることができる。それがオイルセンサー2000だということですね。はい。あ、すいません、オイル交換ってどれぐらいでやったらいいんですか？ああ、そうだね、まあ、大体2000キロ、まあ、3000キロ、2000、2000キロじゃないのかな。あ、じゃあ自分の場合2、3年かかりますかね。半年に1回はやった方がいいよみたいなね、ことにならないですか。そんなこと言わない。どうですか、オイル交換でどれくらいでやられます？オートバイの場合はね、ミッションとかと一緒に全部潤滑しちゃっている都合上ですね、車よりもちょっと短めのサイクルが要求されるのかもしれない。じゃあスクートオイルじゃねえと言われると、またそれは難しいのでね、どうですか、バイク屋の親さん、どれぐらいでオイル交換はするべきなんですか、ね、さあ、今回はこちらスープラ X から抜いたエンジンオイルです。はい、スープラ X、これ走行今3キロね、3キロこんな感じです、ね、色はちょっと黒いかな。ただこれ溜まってるから黒く見えるんであって、 量を少なくすれば明るい色になるんじゃないかと思います。はい、でもう1年ぐらい、製造から1年ぐらい多分経過してると思うんですよ。だからうちはエンジンオイルを新品に入れ替えて、そして納車をさせていただくということになりますが、いやー、乗ってないんだから変える必要ないんじゃないのっていう方もいらっしゃると思いますね。ねえ、そうでしょ。ただ私は変えますって言いますと、バイク屋の親父は多分変えると、変えた方がいいですよ。バイク屋のお姉さんももしかしたら変え、あ、それは変えた方がいいと思いますって言うかもしれない。さあ、それをこのオイルセンサーに判断していただきましょう。大丈夫かな、変えない、スイッチオン。オイルセンサーOK ね、100。さあ、そしたら映ってますね、これでいいですね。はい、このスープラね、ほら分かるんですよ、明るいんですよ。なんか電話が鳴ってる気がするな。これ交換時期、交換しなくていい。 100だったらどうします？皆さんは交換しないですかさあ、いきましょう。オイルセンサーチェック。94だ。変える、使用可能ということで、これからは変えないで出そうかなこれはオイルの本当に 色で判断してるからね、光がどれぐらい抜けてるかとかね、それで多分判断してるから、新しい使ってないオイルだったらどんな古くてもあれですけど、一応酸化しますからオイルはね、そのあたりも一応、考えながらオイル交換をしていただければと思います。はい、94でしたね。3キロぐらい走ってるからかな。アイドリングはしてる、しょっちゅうしてたんですけど、しょっちゅうでもないか、ね、たまにエンジンかけて、うん、いいね、いい音するねってやったんですけど、で今回ね、ご納車なので、ちょっと少しだけ行って帰ってきてます。はい、そうしないとね、うん、この手のは何があるかわからないので、この手のっていうと、語弊があります。ほらね、うん、だからまあ一応ね、はい、そういう都合上でやってます、はい。ということで、オイルセンサー2000のコーナーでございました。おまけです。ジャンゴのお客様がね、はい、オイル交換にお見えになったんで、はい、なのでそれをオイルセンサーで点検しましょう。オイル入ってない、つかない、全然つかないですね。何減ってるっつって、減ってますよっつって、ね、ちょっと違うね。で今入ってるのでこれ抜いたほうがいいね。で3000キロぐらいなんですか。もうすぐ走ってるような気がするな。そう、あれクールエンジンだし、あんまり早め早めです。2000キロぐらいで交換しちゃった方がいいと思いますけどね。まあちょっと指でやっちゃおうかな。よしね、垂らしましたよ。いっぱいつきすぎちゃったね、かけました。はい、それではオイルセンサーチェック。57、要注意交換ですね。要注意な、そんな広くないんだ。広くはないんだけどオイルが減っちゃってるからねダメです、ね、結局変えてよかったっていうことで、はい、あんまりないですよね、交換って。で減ってくれば、減ると、量が減っちゃうと汚れもこうどんどんどん広くなってくると思うんですよね。うん、吸収する力もね、落ちてくるでしょうし、はい、できれば早め早めのオイル交換をされた方がもしかするといいのかもしれないということでね。排ガス測ってみたいですね。交換する前の排ガスと交換し終わった後の排ガス、
それによって排ガスがどれぐらい消え、変わんなきゃね、別にオイル関係ねえよっ